時間となりましたプログラムを再開させていただきますプログラムの最後はスタジオから総合討論をお送りしますこの中では皆様からいただいた質問についても研究者と音声をつないでお答えさせていただきたいと思いますここからは宮原理事長に進行をお願いしますよろしくお願いします はいこんにちはでは総合討論を始めようと思います、えー、あの最初に皆さんからいただいた質問4問ございますがこれについてあの講演者の方から、えー、お答えをお願いします、えー、アワビーの菌縮症の問題について、えー、3つほど質問が来ています1つずつまいります1つがですね、えー、アワビーの漁獲量の減少 これがまあ資源の減少ではまあ必ずしもないんではないかということでそのエビデンス、努力量の変化なんかあのです、ね、データ的な裏付けはあるんでしょうかという話で、まあ、自然界での,そのこのウイルスのまん延状況のサーベイはあったんでしょうかというのはまず最初の質問ですけれども松山さんお答え松山ですはいお願いします。 まあ最初の漁獲量と資源量のことですけれども、あのまあ、私自身、資源のことはあまり詳しくないんですけれども、まあ、漁獲量は激減しているということから、まあ、資源はまあ減少していることは間違いないと思います。まあ、漁獲量イコール資源量ではないんですけれども、まあ、資源量は減っています。そして2、えっと、つ目の,あのウイルスの自然界でのサーベイ。 は行っていません。ただあの、まあ、研究のために集めた海でその自然界から取ってきた野生の個体でそのウイルスに感染しているという例は何件かあったので、まあ、自然界にもそのウイルスが分布しているのは間違いないだろうと考えています。 はい、ありがとうございます次は、特殊虫に存在してたのかに存在しない免疫系とかですね関連遺伝子等が明らかになっているでしょうかと。特殊虫以外の回では成長に伴って感染が減少しているというのはあー増加する成長によって増加する遺伝子が感染率を下げている可能性があるんでしょうかという質問です引き続き続松山さんお願いします。 ぶし、まあ、が感受性がない理由というのは実は全く今は分からないんですけども、まあまあ、ウイルスこれは病原体ウイルスですので、まあ、何かその特別な例えばそのウイルスがくっつくレセプターがないですとかそのウイルスが細胞の中で複製するために必要なタンパクがぶしにはないとか、まあ、そういった何かの,その分子的な機構があるんだろうと思います。 それからあのアワビが成長するとそのウイルスが増殖しなくなる理由というのもこれも全然わからないんですけど、まあ似たようなことで、まあえー、まあウイルスがターゲットとしている細胞が成長してくると減ってくるですとか、まあそういった可能性が考えられます。この辺はこれからまだ緊急していかないとわからないところです。以上です。はいありがとうございます。松山さん最後の質問ですけども。 えー、こ,のこの感染したアワビを食べるとですねウイルスは人間に感染する可能性があるんでしょうかという質問ですこれ発表の中で言えばよかったんですけどもあの、まあ、人間には全然危険性はありませんあの貝の,その、まあ、体温がまず全然違いますし体の成分もその貝と人ですとか、まあ、哺乳類とは全く違ってますので、まあ、その まあ貝を含めてその魚もなんですけども、魚介類に感染するウイルスが人間に感染するという例はありません。で今回のアワビについても、まあ実は実験でまあマウスに接種したりしてもですね、何も起こりませんし、まあ全然心配、人にへの心配というのは全くありません。はい、ありがとうございました。えー、次はですねあの最後の質問ですけど、有害化症対策の話でございます。えっとあの。 赤潮対策として足し網とかですねイけスの沈下という、まあ、あの深くする、えー、網だけを沈めた方がとかですねあの 10, 10メーター以上で有効になるというようなこともおっしゃってたと思いますがこのそもそもいわゆる大型イけスというものを使ったら有効これは対策する有利だという考え方ができるのでしょうかと。まあ、関連してです、ね、八代海では、えー 都市式の四十かける四十かける二十、あるいは二十五メーターと大、大きな生け簀を用いている生産者がいるんですけれども。まあ、実際、こういう漁業者に対してのシャトネラの被害があまりあったのか、なかったのか。というような、えー、実績みたいなものがあるんでしょうかということです。鹿田さん、お願いします。はい、鹿田です。ありがとうございます。えー、っと、大型。 イケスの大型化っていうのは、やはりあの立ち上みと同様、ですねあの、被害軽減効果はあ,のあるというふうに思いますし、えー、実際に、あづま町漁協等で、えー、大型イケスで、えー、被害が少なかったということはあの聞いております。 えー、ただです、ねえっと、注意しなきゃいけないというか、えー、ことはです、ね、いけそを大型化すると、えー、当然ですかど網替えも大変になりますしそもそもの初期費用あの網代等々かかりますしさらにです、ね、あの物理的な抵抗が上がっちゃってです、ね、あのイけスがあの壊れやすくなるというリスク、えー、そういったところそういったデメリットもですね、あの あるというふうなことが考えられますのでまあ、それは漁業者さんの考え方だと思いますけれどもまあ、緊急的に網だけを伸ばすというのも一つのやり方かなというふうに考えております以上ですはいありがとうございました以上であの会場からの質問に対してお答えを 終わります、まあ、あのなおあの、総合討論にやってる間も質問を受け付けてますから、何かありました、どうぞ。それでは、あの総合討論に移らせていただきます、えー、今日はですね、あの総合の討論のために、うちの,、えーまあ、あの本部におります理事の堀井さん、それからあ技術研究所の所長も兼ねている青野さん、それから開発調査センターの所長の布施島さんにも来ていただいています。であの 今日ですね、あの私の最初のご挨拶でもちょっと長々とお話ししてですね、申し上げたとおり、えー、この第4期の終了にあたって、ついに、あのつつ次にですね、えー、4月から第5期という新しい5年の計画に移ってまいります。その中で、機、え、構、ー、としては昨年の7月に大きなああ組織の改変というものを行いまして、 えーまあ、機能の効の効効率率化化組織を図ってきてきで、まあ一つには大きいのが資源でありもう一つは技術研究所である成長産業化のための研究こういうつになり、まあ、あの実証していく開発センターという、まあ、部門に分かれている,いるわけですけれども、えー、まずはですね私の、えー、私の挨拶ばっかりじゃなくてそれぞれのです、ねえーまあ、今後の5年についてのです、ね、考え方なりですね、うん えー、どういう成果を期待してやっていくのかと、今までの成果に踏まえてどういうことを期待してやっていくのかということをすごく簡単にお話しいただけるとありがたいと思います。まず堀井さんからどうぞお願いします。はい、あの私はあの計画担当理事の堀リと申します。えっと私の立場からはその今後組織をどういうふうにあのご期中に変えていくのかというところを少しお話ししたいと思います。 理事長からの最初にお話があったということですけれども、第4期の最後の年ですね、今年昨年の7月に、機構としては研究所、9つの研究所の体制を水産資源研究所と水産技術研究所の2つの体制に大きく転換するということを行いました。これはは一つには えー、水産政策の改革であったり漁業法への対応というところが、えー、大きなところではございますけれども一方で、えー、水産研究所が水産庁の研究所として発足してすでに70年がたっており、えー、その中で、まあ、今日もいくつかの話題提供がございましたけれども資源の状態も、えー、海の状態もそして、あのー、養殖技術等の そういったものもどんどん変わってきている中で私どもが変わらないという選択肢は,やはりないんだろうというふうに考えています。そういう意味でこれまでの愛着といいますか執着古い体制に対する愛着執着は当然あるんですけれども、まあ、さらにその続けなければならないというところはもちろんあるわけですがその必要なものと断ち切らなければならないもの こういうところをしっかり見極めながら新しい体制を作っていくというのが次の5期の経営戦略として、えー、機構としては大切なことではないかと考えておりますす以上でございます、はいえっと、私、最初の挨拶のところであんまり細かく言わなかったんですけれども、えー、うちの機構のですね、えー、組織なり、ですね予算なりというものは、えー、もちろんあの水産庁から受ける委託費もありますけれども、交付金という大きなお金を。 もらってますでただ、全体でもらうお金の中でですね、あの人件費と、えー、それからその施設の維持というお金ですね、これは大変のかかっててですね、まあ、他の例えば理科学研究所とかそういう研究所に比べて、やっぱりどうしてもバランスが悪いということもありました。そういうことで、今後の生き残りをかけて大きな改変取り組んだということがございました。それから、 えーまあ、今後、ですね、あのー、やはり水産業の重要性、それから水産業に対する期待というのは、ですね決して下がってはいかないと思うんですね、これだけ海に囲まれている日本という国にとって、水産業あの、海からのタンパク質の供給を維持していくという大変大事なことなんですけれども、まあ、そういう、えー、課題に対して、です今、ね、あのーまあ、まさに現代の課題に対応できる体制を整えていこうと。 ということを考えてきたわけですそこでまああのいよいよ水産業もですね斜陽だ斜陽だと言われてないで成長産業化していくんだということをまああの新しい漁業法なり新しいあの政策の中で、えー、18年の暮れにう、えー、われたわけでですねこれについてああのまあ、責任者になります技術研究所の青野さんからまたあの。た、えー。 今後の見通しなりですね、考えについてお願いしたいと思います。青野さんどうぞ。はい、えー、技術研究所所長の青野です、えー。お話ありましたようにですね、えー、昨年の7月、えー、水産資源研究所と水産技術研究所というところで2つに、えー、の研究所として構築いたしております、えー。技術研究所の方はですね、本所が、えー、長崎ということで本日長崎から 参加させてていいただいております、まあ、研究につきましては、えー、これまでですね、えー、9つの研究所あったの2つに集約という話でしたけども、あのーまあ、これまでは大体地域ごと海域ごとに分かれた研究所それが今度はですね分野ごとで、えー、ソーティングかけたということになります、えー、例えて言えば、えー、養殖研究につきましては、えー、以前の養殖研究所 最近の造養殖研究所三重県にありましたけれども、まあ、そこでは、えー、非常にあのベーシックなところを研究しておりました一方であの長崎にありました生界薬水産研究所はでは、ねえー、かなり現場に即した、えー、ブリやマグロの養殖という研究をしておりました、まあ、そういったものがです、ね、例えば今回の <laughs> 技術研究所では養殖部門というところに一つのまとまりとなって、えー、動いております。 これは非常に重要なことでですね、基礎から現場まで一貫した研究生産体制技術開発の取り組みができるというところで大きなところでございます。まあ、例えば、徳田市で部をです、ね、マグロの養殖部それからシラスウナギの生産部というふうに力を入れまして来期第5期の中目計画ではですね、その特にマグロ 人工脂肪の生産、そしてできれば早期採卵に向けた技術開発、でシラスウナにつきましても、これまでの蓄積をです、ね、な何とか生かして、今期中にできれば、かなりの数のウナギ、シラスウナの生産をしていきたいと、こういったあのスケールメリット、ある研究所としてです、ね、動いていきたいと思います。で養殖部分 と並びでですね、もう一つ、えー、環境応用部門というのがございます。そこではあの水産工学、えー、それから環境面ですね、沿岸環境、それから利用加工の分野、えー、これが一つの分野になっております。まあ、それぞれですね、えー、これまで、えー、培ってきた工学環境、それから利用加工の研究を、えー、引き続き継続するとと,ともにですね、えー、例えば工学と沿岸環境の分野のコラボ、それから もちろん分野間のですね、養殖と利用加工とかですね、環境とのコラボなども進めていければと思ってます。例えば、今回、四方さんのゆうがやかしの話で、栗の養殖と赤潮、環境という話題ありましたけれども、実際にこれまでの環境応用部門で、広島の方で,です、ね、研究していた四方さんですけれども、今現場の,あの長崎県の後島の庁舎に、 出てきてですね、研究を現場でしていただいていると、まあこういったことをなかなかこれまでの体制ではできてこなかったので、そういった新しい試みがですねこれから進んで現場に役立つ技術開発につなげていければと意味考えております。以上です。はい、すみません、あのありがとうございます。あの多分キートライガーで非常にあの一番興味があるでしょう、そのうなぎの子供シラスについてですね。 えー、養殖のもと、まあ、になる原料として、えー、この5年でどれくらいまでいけるっていうふうにお考えでしょうかなかなか難しい質問ですね。<laughs> <laughs> 数を、えー、数値目標、ここでこう何万とか何千万、何百万とかいうのはなかなか難しいんですけれども、えー、うなぎの研究、正直言いまして、30年近く、えー、旧養殖圏時代からですね、三重県で。 続けてきてきおります、えー、なんとか完全養殖するというところまでは今こ,こにつけておりますけれども次はあの、えー、いかに、えー、その始業期ですね何百日もかかる子どもの時期を、えー、短くするかそれから、えー、数をどうやって作るかというところです、まあ、数に関しましては餌とか水槽とかですねいろいろと、えー、まだブレイクスルー得なきゃいけない 超えなきゃいけないところはございますけども、えー、まあ、規模を大きくすればなんとか、えー、かなりの数は、えー、生産できるのではないかという,ふうに考えています。あともう一つ質的なクオリティと言いますか質的な問題で餌ですねありね。これまであのサメの卵の餌を使っておりましたけども、えー、最近、えー、他の材料ででもで,、ね、でも、えー、遜色ない、えー、成長が、えー、見られていると。 というところでそれも期待していきたいと思います。それから、えー、もう一点は新しい研究ですけども、いかにして早く、えー、成長させるかということで、まあ育種的な技術をや、えー、使えないかということです。えー、遺伝的に早く、えー、成長できるような家系をですね作って、えー、なるべく短い時間で白すなぎを育てると。 いうところでそういったあの餌の研究、それからまあ水槽などの研究、そしてえそういった遺伝学的な技術も盛り込んだ研究ということで、まあ、できれば私自身はです、ね、えー、次の5年間でまあほぼ技術的なところはできてです、ね、民間のえに技術移転する、県なりに技術移転するというところができればということで、えー 頑張っていきたいと思ってます。以上です。ありがとうございました。えー、それではですね、あの今日来てます最後になりますけど、えー、まあ、実践事業、新しい技術が出てきたものにまあ、実践していく実証事業ですね。こういうものを担っている開発調査センターの藤島さん、あの今後のこれまでの成果と今後の見通しについて簡単にお話しください。はい、えー、開発調査センターの、えー、所長を務めております藤島です。よろしくお願いします。 私ども開発調査センターではさまざまな現場のニーズを踏まえましてそのニーズに対応するような研究技術開発成果ですねこれをもにしまして現場にて場合によっては生産から販売まで一体となった実証化調査を通じましてその効果を確認し現場の方にそういった技術を定着させていく。 そういいいったた取りりり組みを進めててままと考えておりますでこの技術の定着に向けてのこの実証化調査を通じたアプローチというのは現在の開発調査センターでも取り組んでいることでございましてこのアプローチ自体は新しい組織になりましても変わるものではございませんのでしっかりとその点は取り組みを進めていきたいと考えております。 でまあ、今後につきましてはまずはあの従来の漁業の操業効率化というようなことをこれまで取り組んできたわけですけれども全、まあ、中期で取り組みを進めてまいりましたまたあの昨年度の成果報告会でも報告をさせていただきました自動釣り機これの聴覚率をしっかり上げていって実用化に持っていくことですとかあるいはあの無人ヘリを使った 漁軍探索、こういったもののテストを今、繰り返しているところで、これの実用化に向けて取り組みを進めていきたいと思います。まあ、こういうことを通じて、ですね作業の効率化ですとか、生産性の向上につなげていきたいと考えております。また、冒頭から理事長が申し上げておりますように、資源変動、あるいは気候の変化、 こういったものに対応していかに今の漁業を変えていくかこういったことについても関係方面としっかりと情報収集、議論を通じながらです、ね、新しい漁業と,ということに関しましても検討を進めてまいりたいと考えておりますそれから技術研究所の開発で研究開発を進めてまいりました養殖技術 こういったものの実用化なり新しい産業として定着させていくこういった取り組みを第4期の途中から取り組んでいるわけですけどもブリあるいはスジアラといった魚を対象にです、ね、新しい養殖魚の定着ですとかまたブリについては高成長系統の作出を通じて えまあ輸出等を対象にしまして、周年出荷できるような、えー、そういった技術の確立、これをえまあ引き続き目指していきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。えっとまあすでにその開発センターさんは取り組んでますけれども、まあ沿岸の漁業ですよね。それで大変まあ沿岸の漁業今痛んでるというふうになった言われてますけれども、あの特に あの定置の漁業、今、まあ、でもまだ随分元気があって、えーまあ、大型定置なんかは相当なであの水揚げを出していますけれどもこういったものについて開発センターはどう取り組んでいくかということについてもちょっとお話しください、はい、定置網につきましてはあの今中心となって取り組んでいる課題は ICT システムを導入しまして生産現場と流通現場をつないで 今までその間の,この情報の少なさが原因となって生じていたようなさまざまなロスを解消しましてそれによって双方にメリットがもたらされるようなそういう ICT システムの導入を今、検討しております。例えば漁業者のの側からしますと定置網周辺に 海洋環境をモニタリングできるようなシステムを置きまして、まあ、こういった潮流だと操業に行っても操業ができないだろうとか逆に今、操業に行けばたくさん魚が入っているぞというようなことを事前に察知して操、えー、業に赴くとでその情報をあの流通側と一緒に共有することによって流通側としてはどんな魚がどのくらい入っているのかという情報があ、まあ、入ってくる。 ことになりましてこういった情報は逆に次の,その消費者に向けて今日はこういう魚が入ってますですとかあるいはまあこういうものがちょっと取れませんですとかまたあのそうなるとその消費者の方から数量のオーダーが入ってきたりしましてさまざまなあの双方のコミュニケーションが円滑になることによって得られるメリットがあると考えておりましてそれをあの実際に実証することによって定置網漁業に の現場にですね、こういった技術をあの普及させていきたいと、そのようなことを今あの考えておりまして、まあ定置網ミは一つの、えー、まあそういうプラットフォームとしてですね、重要なあの位置づけで考えているところでございます。はい、ありがとうございました。それでは私の方からまたあの勝手ながら質問させていただきますけれども、あの、えー、冒頭の発あの私は挨拶でですね、えー、まあこういう機構の、えー、まあ組織を変えて えー、整理し直して、えー、研究調査研究活動にこれから取り組んでまいりますというお,お話をしましたが、えー、ただあのさい最後のお話したのはです、ねえー、気候変動なりです、ねえー、どの分野にも関わってしまうような問題が出てきていてこれについてはです、ね、例えば資源評価をやっても今の気候変動で海が変わってんだからそんな の評価の結果通りにならないんじゃないかっていうのうなことを言われた時にどうしようかと具体的にはですね。とかですね、えーまあ、その新しい漁業法のも、えーえー、まで、あ、50種から200種まで資源評価を増やしなさい,なさいと5年間でこういうことでまあ数を一生懸命稼ごうと今やっているわけですけれどもその資源評価の もう表まあ、成果がです、ねえーまあ、理解してもらえないような、まあ、問題を生みかねないのが、まあ、この今の、えー、温暖化なり、えー、気候変動なり海の変化の大きさ毎年毎年の状況の違いでさあの最終的にはどの魚もよく取れなくて不良じゃないかということを随分世間から言われてて対策は何なんだとこう。まあ これからそのこういう、まあ、ある意味横断的な対応を迫られる問題についてこ後気候はどういうふうに対応していこうと考えているんでしょうか堀井さんお願いします、はい、あの気候変動等の、えー、分野横断的なです、ね、研究というのはどのように進めるかというお話ですけれども、えっと、現在あの、まあ、先ほど申し上げましたとおり資源研究所と技術研究所という2つにあの大きく 分かれてはおりますけども、そういう分野横断的な部分につきましては、やはりあの気候。気候って言いますのは、あの当気候のですね、一つの大きなプロジェクト研究と捉えて。まあ、あの両研究所からの専門性を持ち寄って、当たるというような形。で考えていくということになると考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それで、これはあの技術研の対応される仕事も出てくると思うんですよね。それで。 養殖なんかの場合はですね、えー、まあ九州、四国が養殖の中心的な地域でありますけれどもやはり温暖化して夏が暑いとなるとですね病気だとか過剰だとかいうリスクも多分なってはありますし、えー、こういう時に、まあ、あのなんかもっと冷たい海に引っ越せって言えればいいですが引っ越すことはまず養殖ができませんのでそういうものに対してはどういうまあ調査研究で今後対応していきたい。 いいいったらいいのかかとととと思うかというこが一つとですねもう一つはです、ね、で、まあ、これ、あのこの、えー、温暖化、気候変動の根本原因のになる話だと思いますが、まあ、世の中全体がゼロエミッションで、えー、今あ、掲げて、ですねその目標に掲げた全産業、全,全、まあ、国民生活といいますか、ね、生活全体を変えていこうという、まあ、動きも出てきていると思います。 まあ漁業分野ではですね、あのゼロエミッションということについては技術研としてはどういうことを考えてい,いんでしょうか。この2点、ちょっとまた急で急に振って悪いですけど、青野さん、どうぞ。になっっちゃった。 ああのですけど聞こえますすすか聞こえままどうぞすすいません、なんか急に急な質問でパソコンがクラッシュしてしまいました。<laughs> <laughs> えっとですねあの実は昨日、えー、気候変動関係の、えー、打ち合わせを行ったところです。まあそこで具体的に何か決めたという話ではないんですけれども、えー、基本的な、えー、考え方としてですねあの実は各分野の研究者はですねあの 気候変動、温暖化の下でもうすでに研究をしているんだという認識を改めて、えー、持つべきだと、実はあの気候変動は関係ないんだよとか、ですね養殖だから温暖化関係ないよみたいな話ではなくて、実はそういったど、えー、環境の変化の中でどっぷりとすでにもう研究しているのだということをですね、えー、皆さん気づいてくださいと。 その上であの資源とかですね養殖分野あるいは環境分野横断的な、えー、研究改めて何をしたらいいかというそういう気づきですね気づきはこう皆さん、えー、与えるというか持っていきましょうという話をしたところでございますでも、えー、と理事長からちょっとお話がありました一つは、まあ、養殖今後どうするかという話ですね、えー、これまでも、えー、私たち えー、ブリでやってきましたしマグロでも今挑戦してますけども、まあ、早期採卵早期脂肪生産ということで、まあ、時期をずらして、えー、生産を行っていくと例えばブリは天然物は、えー、冬しか取れなかったけども養殖でやはり、えー、夏前あ冬前後にしかこれまで養殖産物市場に送れなかったものを夏ぶりとかですね、えー、年中、えー、立派なブリを えー、市場に送れるような技術開発をししてきましたでそれをです、ねえー、逆に捉えると、えー、今水素の中で陸上水素の中で、えー、通年です、ね、受精卵が取れるというような技術にまで至っていますので、まあ、それを逆に応用して、えー、地球あ海洋の温暖化に合わせてです、ねえーまあ、ある程度、えー、海域は、えー、限られてしまうかもしれませんけどもえー それ,らそ,れらそれらに合わせた、えー、養殖の仕方季節の使い方というのが、えー、考えられないかなというふうに1つは思っております。それからゼロエミッション系ですけども、まあ、1つはですね、あのー、私どもの、えー、環境応用部門の水産工学部で、えー、だいぶ、えー、数年間、えー、研究をしております。あのー <coughs> 私 FC 線と呼んでますけども、水素燃料の、えー、漁船をなんとか作れないか、あるいは電気、電動線を作れないかということで研究をしております。あのなかなかですね、えー、実際に船を作ると、えー、走らせてみるというところまではまだ行ってませんけども、えー、船の設計自体は大体出来上がっていて、あとは実際に、えー、どういった。えー シンをですね、詰め込んで、次、船に入れて、えー、走らせるか、あるいは、えー、かなりこれまでのエンジン付きの機械とは、えー、ものの配置が異なってきます、入れるものも異なってきますので、えー、作業しやすいようにです、ね、何をどういったところに配置すれば、えー、これまで以上に作業効率が良くなるかといった、そういった労働的なところも含めて、えー、研究を進めております。 はいいありがとうございました急に振って、コンピューターまで壊して、すみませんでした、えっと、あの今みたいにですね、まあ、新しい状況に応じた技術開発なり研究開発をしていくわけですが、えー、実際の漁業の現場に行きますと、なかなかあの、えー、例えば漁船漁業でございますけれども、この漁船はこれしか取っちゃいけないみたいな規制があってですね。 あるいはこれを取る漁法はこれだけですみたいな規制があって、えー、その対象とする漁種がその資源が減ってきちゃうと取るもんがなくなっちゃうみたいなことがあるもんで、えー、もう少しその規制を緩和した方がいいんじゃないかっていう議論が実は少しずつ起こりつつあって水産庁からの,あの、えー、何でしたっけね今後の,この 基本計画の中にも、えー、マルチパーパス漁船これ一体何を指すのかっていうのは人によって受け入れ取り方が違うんで大変あの難しいというか答えづらいかもしれませんがあのまあある意味ですね今漁法と漁種によって、えー、漁船が分かれてしまっていてそれぞれの利害団体がある中で。 あまりそれを言うとあの怒られてぶっ飛ばされちゃうからなかなか言えないんですけどもやっぱりその気候が変動していくとか資源の変動が思った以上に大きいということになるとやっぱりそのどの,その増えてきた魚を効率的に取るみたいなですね、えーまあ、あの漁業規制をもう少しフレクシブル柔軟なものにしてもらって。 新たな情報を開発していくということも今後視野に入れていかなきゃならないというふうに、えー、少なくとも私は考えてますし、まあ、今後そういう議論が起こっていくんじゃないかというふうに思ってるんですけども、えー、なかなか答えづらいと思いますが藤島さんどうでしょう開発センターはそういうことについて今後の仕事の視野に入れてるんでしょうか。はい、えーとまあ、まさに私たちのの仕事としてあの 捉えておりますただ、まあ、あのマルチパーパス戦と一言で言いましてそのあの魚が多いからこの魚も取れそうだからじゃあ一緒に取ろうかというようなアプローチではなくやはりあの今の本当にあの資源の状況ですとか船の技術レベルですとかしっかり議論した上でどういう漁業が今必要なのかという目標を定めた上で そここのところをしっかり議論した上で、えで、ーまあ、我々もその中に入れていただいてですね、えー、それをコンセンサスを持って実証調査に臨みたいと考えております、まああので可能であればその出口に向けて今ない技術や研究などは気、まあ,あの,機構の中でも役割分担をして取り組むなりしまして、まあ、可能な限り を全体一つになって、まあしっかりした目標に向けて取り組めれば我々としてもあの力を発揮できる場面があるのではないかというふうに考えております。ありがとうございます。それまああの開発センターの強みというのはですね、あの取る技術開発だけではなくて、取ってみて売ってみて本当にあのまあ商売になるのか、経営できるのかというところまで実証すると。 いうことなんでこれあのやっぱりその,どその魚どんな魚でもですねあの、えー、取れればいいってわけじゃなくて売れる格好で取らなななきゃならない例えばイワシをいっぱいその網に包めてくしゃくしゃの魚体のものをいくらあげても誰も喜ばないわけで,でそういう取り方の問題だとか売り方の問題ですね売れていくのかどうか金になるのかどうかっていうところを今後ぜひあの取り組んでいきたいというふうに思いますし開発センターもそこで。 えーまあ、力を発揮してくれればというふうに期待しているところですそれであのその視野にはですねあのさっき言って技術研の方で話が出てましたゼロエミッション社会ですねであの水産業っていうのは、えー、もうどなたもご存知のとおり非常に重要をたくさん使う産業ですで、えーまあ、つい10年ぐらい前には重油、えー、の値段が高騰して大変な騒ぎになり えー、水産業魚が供給できなくなるということで、えーまあ、大変なあの予算を使わせてもらったりなんかしてきたわけですけれどもやはりその重油依存の産業から違うエネルギー構造に変えていくっいうことも多分大変重要な課題になっていくと思いますしもう一つ大きな課題が乗組員不足でやっぱりそこの労働力を 少な,少ない形にして、えー、できるだけ精進化した、まあ、漁船操業こういったものが大変必要になっていくというふうに思っていますで、まあ、こういった面もですね、えーまあ、これからの,あの、えー、水産庁で恐らく開かれていくですね検討会の中でその全てのエリアを見てやってってもらえるとありがたいし、まあ、その 議論の育成に応じて、この機構が柔軟に求められる調査開発、こういったものをやっていくという体制を取って,持っていってもらいたいというふうに、私は考えているところです。でまあ、大体今日ですね、あの皆さん方とお話したかったことは、こうなんですけど、今、質問がもし来てたら、ありますかあそうですかじゃ質問ちょっっと待ってる間 あの質会場から質問があるそうなんでちょっとそれを待ちましょう、はい、ただ黙って待ってもしょうがないから っていですねちょっとあの挨拶で私言い,言,い言い落うとしたんじゃないかと思うことが一つあるんであので、えーまあ、3月の末にです、ね、私ここの理事長を退任いたしますそれで、まあ、7年間いろいろこう働かせていただいて、えーまあ、それなりに一生懸命やったつもりなんですけどもやっぱりですねあのおどうもやりたがらなかったなっていう部分もいくつかあって一つがですね、えー 国際的な協力の部分ですね特にこのコロナになってしまって、えー、全く進まなくなってしまったんでこの1年ちょっとばかりですね最後成果を上げられなくて大変残念だと思いましたが、えー、やはりまあどの,あの分野でもそうなんですけども、えーまあ、これまで欧米の研究機関とはですねかなりの交流ができるようになってきていますが えー、それでもまだまだ足りない例えばですねあの資源評価の分野では、えー、第三者レビューといって日本の水産研究教育法がやった資源評価について第三者がこれが妥当なものかどうかということを見直すというプロセスを導入しました新しいシステムになってからでそこに外国の科学者も入ってもらうということで、えー、アメリカの 海洋大気庁の科学者の方が入ってくれていますただこの人が一人去年の段階では一人しか入ってませんけれどももっと交流して本当は実際の資源評価にもですね加わってもらえるあるいは向こうがやってる資源評価にこちらからあの、まあ、職員を派遣してやってもらうこういったものが大変必要ないんじゃないかというふうに 思ってますでそういった分野のですね、えー、交流ができてなくてそれは欧米ばかりじゃなくてですね近隣諸国との間もやらなければいけないと思ってるところがあります特に中国についてはこれがまだできてないというのが大変、えーまあ、あ残念だった部分だということを報告しておきたいと思います。 これ画面に映ってるんですね、なんか映ってない、えっと、あれかな、鹿田さんへの、鹿、ね、田さんへの質問なのかな、それとも鹿田さんですね、鹿児島のシャトネラ赤潮に対する対策について、立ち上げ鎮火の話、あの池す鎮火の話があった、これはでも先ほど出てた質問ですね。 で今、実際現場では水深,をどのくらい水深どのくらいの海域、深さがど,どれくらいの海域でどれくらいまで行けそを沈めているのかというまあ実態についての質問ですね。吾妻町漁協の対策計画のグラフに入り木門森ですかね、等の散布とありましたが、実際に散布するのはシャトネラが一番表層に来ている時間帯を狙って散布していると。 いうことと思いますがこの時の効果はどのくらい期待できるのかシャトネラやミキモトイなど日周延長運動するプラクトンでは焦燥に来ている時間帯でも多少でも中層やその他の場所にパッチが遊泳しているということがあってモンモリ等の散布でも他の群衆が潮の流れで入流したり完全に除去することが難しいんではないか。でまあ、昨年9月に、えー これ鹿児島県あ、山口県ですね。山口県の海域で三木本礼、赤城があ出て漁業被害が発生して今後の対策を取らなければいけないと検討しているところなんで質問ですということですね。四方さんお答えできますかはい、四、はいえー、方です。えっと、まず、えー、っと、イケスチンカの件なんですけれど、やはりその あの海底に着底、いけすが着底してしまってはダメですので、えー、例えば、えー、と網竹が10メーターあるいけすであれば、ね、それを10メーター沈めるっていうのが、吾妻調華鏡なんかは基本だと聞いてますけど、その場合だと、少なくとも水深は20メーター以上ないある海域でしかできないとで、もっと浅いところだったら、その分、えー、沈める深さっていうのが、やはり浅くなってしまう。 えー、いうことになると思います。えっと入り木もんもり等の,、まああの粘土についてですけれども、えっと、一応ですねシャットネラやカレーにあとコクロディニウムこういったあの有害化しようプランクトンに対して、えーまあ、効果があるということはあの検証はされていますけれどもやはりあくまでもですねその巻いたところお巻いた分だけしか 当然ですけけど、効果はないわけですでまあやっぱり赤潮っていうのは、まあ、スケールが湾全体とか漁場全体ですからやはりモグラたたきじゃないですけれどもまいたって次から次に、えー、赤潮を押し寄せてきますので、まあ、効果はや効果は限定的である 私が言ったので間違いなければそれでですかはいあと会場からの質問はもうないですかないないねああすいませんえっと途中で 途切れ聞聞ここえますかね入りきもんもりの件だと思いますけど、中層で散布するという道具も最近はあの開発されておりますが、やはり、えーとまあ、当たったところでしか効果はありませんので、えー、やはり、えー、効果というのはあの限定的だというふうに考えざるを得ないというふうに考えております。以上です、はい、ありがとうございいました、うん えー、総括討論で,です、ねまあ、の一般的な無償問題についてお話をしてきましたがきょう発表させていただいた個別の研究成果についてです、ねえー、こういったアドバイスが欲しいということであればどうかあの後から事務局の方にメールでまたお寄せくださいできるかぎりあの技術的な質問についてお答えしてです、ね、皆さんの今後の仕事に、えー、参考にしてもらいたいと。 というふうに思いますんで、遠慮なく今の山口県からの質問のようなことがあったらどうぞ質問をしてください。だいたい以上でお話したかったことが終わったと思います。それで、えー、まあ私はありますがこれから新しい五年間のですね中長期が始まり新しい体制で記の生産研究教育機構の仕事が、えー、さらに強化、えー、されて進めていくもいかれるものと。 いうふうに私は期待しております、えーまあ、今日は大変長時間にわたり、このウェブというですね非常に深い、っ、ま、ち、あまあ、ゃと快適でないやり方ではあるんですけども、こういうやり方にあのご辛抱いただいて、大変ありがとうございました。今後とも、機構の仕事にご支援をいただきますよう心よりお願いして、このセッションを締めたいと思います。それじゃああの司会の山田さんどうぞ